国内、博士号剥奪で研究費返還も。おぼかたさんを待つ、借金地獄。前途洋々だったはずの科学者生活から借金地獄に転落するかもしれない。理化学研究所のおぼかた春子研究ユニットリーダー、30、は、博士論文にも、盗用疑惑、が浮上し、博士号取り消しが現実味を帯びてきた。博士論文の取り下げはおぼかたさんから早稲田大学関係者に意向が伝えられているというが、実際に、博士号取り消し、となれば文字通りただでは済まない。これまでの支給額は約1200万円。おぼかたさんは08年から3年間、日本学術振興会の特別研究員に選ばれ、毎月20万円の研究奨励金のほか、年間150万円の研究費が補助されています。規定によると、不正行為や特別研究員としてふさわしくない行為があった場合、支給済みの研究奨励金の返還要求、と定められている。仮に博士論文が不正、悪質と判断されたら、今まで支給された約1200万円を返還要求される可能性があります。原資は税金だけに放置するわけにはいかないでしょう。科学ジャーナリスト、日本学術振興会は、おぼかたさんが、特別研究員、として研究奨励金などを支給されていた事実を認めた上で、返還要求するかどうかの、対応は決まっていない。研究者要請か、という、利権は博士号がなくても、すぐに、クビ、とはならないが、仮に職場を去れば年間1000万円近い給与を失う。さらに1000万円を超える借金返済はかなりきつい負担だろう。身から出た錆と灰へ、改めて馬鹿なことをしたものだが、こうなったら、おぼかたさんは、理研がインチキ論文を大々的に公表した一連の経緯を正直に話すべきだ。割烹着や研究室の壁の色まで理研による、やらせ、だったという声も出ている。すべてを打ち明けることが日本の科学界の名誉を回復する一歩につながるはずだ。この情報は、ライブドア、ニュースを参考にして、棒読みちゃん利用し制作しております。